おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は大慶寺住職大場唯陽さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今週は大場唯陽さんとお話をしています。はい、はい、20歳ぐらいの時におじいさん住職もされていたおじいさんが亡くなり、で、じゃあ誰が3人、男兄弟のうち誰が継ぐかみたいな話から、まあ自分がいいかもな、ね、そこまで言ってないですよ、まだ。そこまで言ってない。誰が継ぐかっていうより、まあ、僕がどうなるかっていうところなんで、兄はもうそのままお坊さんの道をもうずっと行ってるので、先に先に行ってるんですね。はい、そうなんだ。あの長男。はい、そうです。うん、へえ、そっかそっか。じゃあまあでも、おじいさんの、遺言、遺言でもない。遺言でもないですね。まあ、残した言葉として。また聞きですね。また聞き。いや、三男はなかなかお坊さんに向いてんじゃないかと。そうそう。まあそういうこともあり、そっかなと思い、そっちに進み始めたと。じゃあもうそこで就活しようとかどうこうっていう感じではない。なくて、だからその時大学3年だったんで、その、いわゆる教職課程みたいなのも取ってたんですけど。はいはい。それやめて、その分、立正大学の方に、夜通って、授業を聞いていったって感じですね。はいはい、じゃあそこから少しずつ法華経の道へ。いや、最初もう全く分かんなかったですからね、もう。ブッダと釈尊って何が違うのとか、釈尊って何みたいな、そんなところから。同じ人なのか違う人なのか。そうそう。そうですね。釈迦様と釈尊は一緒でいいの？一緒でいいの？みたいな。あと、まあ、多分、浄土真宗であれ、日蓮宗であれ、修学っていうのって、はい。修学って言うけど、なんか、アカデミックではないじゃないですか。じゃないですね。はい。僕も全然わかんなくて言ってることが。はい。親鸞さんはこう言ってます。親鸞様かな。親鸞様はこう言ってます。だから何って思うんです。言ったけど、だからじゃあ 100% 正しいのかっていう。なんかそれが、修学っていうものは、すべてそれが全く正しいことであるっていうか、なぜなら親鸞聖人がおっしゃったからみたいな、はい、ね、日蓮聖人がおっしゃったからっていう、そこが意味が分からなかったですね。意味が分かんなかったですけど、やっぱ宗教的な真実ってそこですよね。なんか、まあね、そうですね。神が言ったとか、そういうところですよね。それを真実にしちゃうってところですよね。なんか、いやでもまだね、その釈尊はいいですよ、もう。だけど親鸞聖人はだって苦悩していろいろね、人生でこう、人間らしいところもたくさんあり、というかそもそも私たちはこう仏になんかなれないと、まあ浄土真宗でいうと凡夫であるという話をしてそういう教えを説いている人を神格化してどうすんだっていう。確かに。そもそものポジショニングが違うよみたいな。そういうのやめてくれって言ってた人なんじゃないかっていう、ね、思うんですけど。その辺はね、本当分かんなかったですね。今でもちょっと分かってないから。でも僕、実はでも最初、学び始めたから、どっぷり日蓮教学に最初、ハマったっすよ。ああ、やっぱ
枠組みが設定されると頑張るタイプなんですね。そうなんです、うん、だからその中でここで行ってやると、そうそう、めっちゃ勉強して、うん、そうそうそう、それなりの授業でもそれなりのちゃんと成績をつけてもらってみたいな。はいはい、あの、はい、手も挙げて、はい、うん、手は挙げないかもしれないちゃんとレポートしてみたいな、レポートして、うん、ちゃんと他州も批判して、ちゃんと他州の批判して、うん、新興教団の批判してして、うんうん、じゃあ全く正しい日練習のお坊さんになったわけですね、一回は。なり、そうですね、はい、一回なりましたね。うん、そうか、うん、偉い。自分で学んでるうちはそうだったんですよ。うん。けど、その、それからお坊さんになって、うん。人にそれを伝える側になるじゃないですか。はい、はい。その時にやっぱ、はいはい、あれって思ったっすね。うん。なんか違うぞと思って。うん。どんな感じ？そのスタンスでまずはやってみたんですか？いや、もうやってみます。ていうか僕結構多分最初の方は、うん、ちゃんと日練習僧侶をきっちりやってたきっちりやってたんだ。ちゃんとレールに乗ってやってたんですね。レール、あ、そうだから、レールに乗ってなくてお坊さんになったからこそ、うん、はいはい、わかるわかる、うん、なんかちゃんとレールに乗らないと認めてもらえないなみたいなのがあって、なんならちょっとこう、ちょっとレールからはみ出している人をあれこれ言ってみたりとか言ってみたり、うん、ああ、でもそれはそこまでではなかった。そこまでではないけど、うん、そうですね。なんかこうやっぱ日頃からこれ、うん、何これ意味わかんないみたいなものは、うん、こうでも常に持ってて、うん、なんだろう、うん、なんでそうなんのみたいな、もうちょっとちゃんとやろうよみたいなのはありましたね。まあ、そのちゃんとはどの基準かわかんないけど、あねえ、うん、いや、日蓮宗法華経の僧侶行者としてやっぱりこんなんでいいのかみたいな。ああ、そう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 、うん、そういうとこですね。そういうとこ。正統派日蓮宗意識高い系僧侶っていうことですかね。ああ、そうかもしれない。何したらいいかわかんない。うん。そう、だから、なんか、日蓮宗の研修期間とかは、もう、常にこう行って、はい。常に行き。うん。で、いわゆる、日蓮宗の中の資格みたいなのあるじゃないですか。はい、はい。だそういうのを、もう、割と、お坊さんなりたての頃、こう、すべて、取ってみたいな。うん、はい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 。勲章を集めに行ったわけですね。そう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 。まあ多分自信がなかったからなんですけど、それ、うん。お坊さんになりたての頃は逆にできない人間だったので、その修行場では、うん、みんな今までお坊さんの道で来た人とポットでの僕がこう一緒の修行場に行くと、そう、やっぱなんでみんなにできることが自分できないんだみたいな。そうだよね、確かにな。何週か前に、くすみさん。ああ、そうそう、全くその時逆の人間です、僕ね。そう、くすみさんはもう、なんか今でこそ、ずいぶん柔らかくなっちゃってるけど、うん、ねえ、これ、普通に修行してきたバリバリの人じゃんっていう。そうなんです。ね、くすみさんみたいなのがこうやっぱ王道なんですよね。うん。もう言ってた言ってた。だからなんか辛かったけど、そうそう、でも気づいてみたら日蓮宗の僧侶として仕上がっていたって言ってたから。そうなんですよ。だから僕は そういう仕上がってた人にも最初の修行の時はもうなんだお前はできねえんだみたいな、そんな感じだったので。ああね、そっか、修行、え、新行道場？荒行？新行道場です。新行道場です。新行道場です。はい。はい、ああ、そうです。新行道場はね、最初にお坊さんになると関門だけど、それでもやっぱ、確かに、もう、仕上がってきてる組と、そうですね、うん。差が激しそうだな。そうですね。え、今から学ぶんじゃないんですか？みたいな感じで僕は入って。
そうそう、そこ結構やっぱ、こう、悔しい気持ちはありましたね。ああ、わかる。うん。特におばさん、それ悔しいだろうな。うん。まあ、でもその反動で、その、おばさんになった後も、うん。文句言われないような、なんだ、固め方をしてた。はい、はい、はい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 。うん、なるほど。で、まあ、固めて、きっちり固めたつもりだで、まあ、お坊さんの前で、お坊さんですとして立っている分には、もはや、まあ、立派にやってきたねっていう感じにはなったけれども、逆に、その、じゃあ、この法華経をどうやってみんなに伝えんのっていう話になったときに、あれっていう。あれっていう。うん。まあ、まあそれをみんなとのみんなに伝えるのはそのみんなが、まあ、檀家さんとか、はい、もういわゆる日蓮宗に割とこう理解のある人に伝えるんだったらまだよかったりもするんですけど、うんうん、まあね、全く 村の中の人はね、そうそうそう、うん、全く違う人にこう話すときにやっぱさっき言ったようにどうしてもアカデミックじゃないので、はい、なんか、うん、自分の中でも疑問を持ち始めて、うん、うん、そうですね、うん、そのいやこれはこうなんです、なぜなら日蓮聖人がこうおっしゃったからってだけどじゃあそれなんで日蓮聖人がそうおっしゃったからこうなんですかって言われてもね、そうなんですよね、うん、返せない、返せないし、うん、そう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 。うん。そこ、うん。そうですね。だから20代ぐらいまでは結構、割とちゃんとやっ、ちゃんとやってたっていうか、あの、ちゃんと日蓮宗のお坊さんしてたと思うんです。うん。あの、ちゃんと仕上がろうと思って。あ、そうそうそう、うん。ちゃんと仕上がったお坊さんになんなきゃいけないなって思ってたかもしれないです。うん、だから、追いつけ追い越せで頑張ってきたわけですよね。そう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 。うん、目的あったから、その時は、はい、みたいな。うん、そう。身延でずっとやってきた人にも負けないぞっていう。そう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 。ね、うん。見返、もう何ならもう見返してやるぐらいな感じで。そうかもしれないですね。うん。うん、いいな。このラジオはぜひ、くすみさんにも聞いてもらいましょう。うん、そうか、うん、でもじゃあそこでパッと前に立ってみてあれってなってどうしようと思ったんですか。30代ぐらいの頃ですよね、うん、あ、そうそうそう、それこそやっぱ震災なんですよ。ああ、そうか、震災で、あ、今まで自分がやってたことって何の役にも立たないなみたいな、まあ、何もっていうのは言い過ぎかもしれないけれども、うん、この自分が今まで頑張ってきたことは、本当身内の中だけでこう、評価されたりとか、うん、それであって、うん、社会に対して何か寄与できてるかって言ったら、うん、できてないよなっていうのをこう、まざまざとこう痛感させられたみたいなのがあって、うん、やっぱそう考えると震災が一つのきっかけですかね。うん、この予定調和の世界が崩れちゃいましたもんね。そうですね、うん、で多分そこから僕はアクティブになったんですよ。おお、そうなんだ。へえ。あ、それまではどっちかっていうと、まあアクティブはアクティブだと思うんですけどね、でもまあ村の中にこもりがちだったっていうことですかね。あ、そうだし、うん、なんだろう、こう思ったことを行動に移すって結構僕は昔はハードル高かったなと思って、うん、今は割となんかとりあえずやってみようみたいな気持ちでやったりできるんですけど、うんうん、多分それができるようになったのは震災だった、震災な気がします。そうか、まあ、震災でしたね。うん、うん、震災を、まあ、ね、静岡県もまた、この地震っていうものに対する、まあ、日頃からの備えもそうだし、意識もそうだし、すごい、うん、うん、
なんか他の地域から行くと、本当ちょっと違うレベルのね、あの備えをしているなっていうのをすごく感じるんですけど。そうですね。うん、まあ、ちっちゃい頃から来るぞ来るぞ来るぞって言われてまだ来てないみたいなのがあるんで。うんうんうん、ね、でもやっぱ緩まずに結構備えているけど。そうですね。震災、東日本大震災なんで、はい、まあ、直接静岡っていうことではないんですけど、そこで、なんだろう、ずっと今までやっぱその静岡県民としても地震っていうものに意識を持ってきた中で、なんかこう、覚醒するものがあったんですか？いや、覚醒するものって、やっぱその、震災があって、うん、あ、このままじゃいけないなと思って、で、なんだろう、うん、そのまず現地に、なん、多分現地に行かなきゃいけないみたいな感覚なのかな。そういうのがあって。現地に行かなきゃいけない。うん。自分は現地に行かなきゃいけないな、みたいな、うん。なんだろう、それは、今思うと。なんかそういう気持ちがすごくあったんですよ。なんなのかな、うん、多分その時の気持ちとしては、うん、この東日本大震災っていう大きなその出来事の中で、うん、20年後30年後、うん、例えば子供とかにお父さん震災の時何してたのって言った時に、うん、なんか答えれないお坊さんって嫌だなと思って。うん。なんか多分そういうインセンティブで多分行ったんだと思います。被災地に。だから助けたいとか、力になりたいじゃなくて、自分のために行ってたのかな。何ができるかわからないけれども、でも、何ができるかわからないから行かないじゃなくて、何かできるか分かんないけど行ってみようという選択肢をした人でありたいと、少なくとも。あ、そう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 ですね。うん、うん、それでちょうど静岡県内に先輩が一人、仲いい先輩がいて、その人と二人で月、うん、毎月行ってたんですよ、あの支援物資持って。毎月、うん、結構行かれましたね。結構行きましたね、うんうん、車に積んで高速を走らせて、うん、代わり番号で運転して、うん、そので、季節で言うとどんぐらいですか？もう本当直後からですか？直後から、そこ3回帰ぐらいまでは行こうかって話だから。そうですね。もうじゃあ何十往復もする感じですね。そうですね、はい、だから割と、うん、もう一つの仮設住宅にずっと行ってたので、基本的には。うん、割とそっちの方とかとも知り合いになったりとか、うん、顔なじみになって。うん、けど、なんだろう、うん。いや、これ多分、二つの意見があると思うんですけど、うん、なんかお坊さんとして、そういう被災地で、うん、お経をあげることが尊いんだみたいな意見もあるじゃないですか。うんうんうん、なんかよく写真もよくそういう被災地の瓦礫の中でお坊さんが衣でっていうのあるじゃないですか、はい、うん、いかにもみたいな、うん、もちろんそれもそれで大事だと思うんですけど、今日僕らが行ったところではそれ求められてないなってのは感じて、うん、今日あげるよりもうちょっと現実的な物資持ってったり、うん、話聞いたりとか、うん、お経をあげてもそれお坊さんの自己満足だよねってことにしかならないような、まあそう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 、現場感っていうんですかね。そう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 、うん、それを感じて、よりその時に今まで自分がしてたこと、うん、やってきたことを問い直すことになったのかな。うん、それもね、また本当にその被災地のそのもののお寺の住職とかはまたやっぱり祈りが求められているみたいな話もね、はい、あったと思うんですけど、うん、
うん、やっぱ住職と再会して、ああ、よかったね、生きてたね。まあ、あのね、でもたくさんの方亡くなったねっていう、こう、檀家さんとの関わりの中で、一緒に手合わせようかっていうことも、やっぱり大きな役割だったと思うんですけど、ね、外から行くお坊さん、通っていくお坊さんっていうのはまたね、違うでしょうね。うんうん、そうですね、そうですね。確かにそうですね。そういう関係性があっての祈りとかはもしかしたら求められるのかもしれないけれども。うん。うん、そうそう、そんな反動があったんですって。そっから。なるほど。なんか、そう考えると、うん、逆っすね。なんか、反動できてますね、僕ね。何反動なんか、いろんな反動で、なんか、自分の行動が決められてるなっていうのは。感じたな。今小野松本さんの話して自分の中で、うん、その新業道場のできない期間があって、その反動でめちゃくちゃ頑張るようになってとか、はい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 、けどその震災があって、でもその今までやってきたことが、うん、崩れ去って、どうだったんだろうって思って、うん、それが反動でまた違う動きになってったりとか、うん、なんかすごく振り返ると、そうですね。でもそれはいいですよね。あの、世界に応答してるわけだから。うん、応答してるのか、そうですね。うん。うん。うん、じゃあ、ちょっと今日はこの辺で、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは、音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報は、ノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想なども、ノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。菓子道場の大衆立法三宝要言中、菓子要言三宝前、図面接続奇妙大なもしほうふなもしほうほOkay.
なもほけんほほさ。えほれんがけいあんなけいひん。じしぶんじしりほうし。ほさんまかさはきふつげんせいそんししょうほさしんになんにゅ。けいしゅうふこうはといせいげんよこう。生成功地特徴設置破壊形成損法三馬かさ陽光悪性因果の摂氏系不幸分流指令弱法三馬かさ陽光悪性欲摂氏系等安中司法一者安置法作継承新銀賞の一種生縁摂氏系分流指令可悲法三馬かさ継承弱法三馬かさ中人弱地獣化戦手地不速報新力不敬有不要法武装系時間超法上失笑敵不敬不分別し米法三馬かさ継承因果米法三馬かさ新銀賞法三馬かさ不新銀激応し大志願長不新銀障害と反地人権死と規則生殖分泌三年外傷九老キャヤタ激老キャヤタ社疫不信銀賞有狂気症者症膜九だらと症症偏見式有不信銀センターら計築徴用傾向天領業法省悪立議上司人と騎士来社救い説法武装希望有不信銀九品九比九比九比有波速有波意気不分人弱用法中弱系継承弱最高等中不強中死危機死来者水気説法武装機九分十死理由法三馬かさ不意養生人人数の性欲少々自衛説法疫不貢献弱実他家不養症状症状過剰と商業駅不返金後小不断地人意進行不独自立他家弱有因伝習独自死単一心伝不弱異常人説法不老師小不兼教育大師以後有不信仰恐怖養子不幸結年少停止再び勝利疫不幸養都市昇降左遷太陽感情主将期新聞受死理死米総新銀賞福祉法三馬かさ間一世法向上失笑不伝統不等不対不天上強行武装優勢一世行言等断不正不実不器不米不消失武装優無量無変無外無昇段に因縁優勝天等成功摂政官官上司発祥司米法さばかさ定時新銀賞時死生存欲挑戦式時節軽減弱有法さ陽光悪性無法維新弱摂氏系移住系昇級新銀賞勝利激用技激用師大使官庁強権記者級センターら街頭反地疫不信銀総称万人
短尺小詩三層各社破壊非旧名詩羅漢旧非旧字後期小社新尺五欲旧剣別等所有廃外も信玄尺詩人等以降信頼等殺相異文具等殺即異武装一心海飛墓地説法過剰少女儀少不断海墓信玄信仰疫爆信玄当時海外天領業法異で殺害犯軸死活剣売上席上司詩人海墓信玄狂犬少爆少少地域少陰上等信墓信玄爆毒兵少異常説法弱説法死不得起少十二起式少一非九弱部非九一心伝布死即米異継承近所異死事承の安楽せず有夫婦継承中華保有異無異疾布疾法疫不分別死断地上不毒処法不知不見死即米異大佐継承一世処法高度祖源部有小中疫部疫滅死米知者祖心現象伝統分別商法有無死質非質死生非生採用感情中小期心安中不登場守備三冠一世崩壊部所有有状況公務有健康不正不実道不対小中一生死命近況九有非九有が別個実施継承九心現象摂氏継氏武有孔弱法作有氏重要性質異性育伝水器漢方小選定器異性危機用氏人民アラワント開花延長摂氏継天気氏安丼武有孔弱文獣氏死命法作安置尊法の要公正切迫かShe
さなもほけんほほさなむこそ天台社大師なむこそ天台社大師なむこそ天台社大師なむ根本蓮華大師福寿金剛なむ根本蓮華大師福寿金剛なむ根本蓮華大師福寿金剛朝鮮か非常強人生せひてうよほひけいしゅれひうそこのポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。